Foot. はい。
Hi.何やって？
素直に I love you 届けようきっと You love me 伝わるさ君に似合うガラスの靴を探そう。
Mä huomasin, että mä olin pelannut niin kuin ilman että mikki oli nauhoitettu, mutta ei voi mitään. He? Voice of General Populance. Fucking beast. Ei varmaan japaniksi ollut tota noin. Alavi. Ainoastaan 3% alavi. Mä te? Varmasti. Ei verot mene pois, vaikka joku ano?
mikä mies höykytetään. Taijomatsu Chato. Taijo Ashin Sun. Yeah. Political Big Shot. Mitä veroja tulossa? 3% alvi. Ryhmää. En tiedä mitään, mutta mä tarvitsen sun apua. Se on hyvä verottamaan. Ei. Japani on kyllä aika velkainen maa, mutta tässä vaiheessa 80-luvulla niillä menee vielä hyvin. Hai! Jakutsa vastaa. Adult entertainment. Tietää tosiaan. Aikuisviihde. Polttoaine vero. Polttoaine maksaa nyt yli 2 euroa litraa, että se on 80-luvulla lähtenyt vaan nousemaan se polttoaineen hinta. Ja ihan viime aikoina kanssa. Varmaan on nostanut tuota noin niin tuloveroa sitten. Alvit päällä kaikki. Tää on jakutsa ajattelua. Jos hallitus ajattelisi kuten jakutsa. Siellä.
50. Aha. Foot. Kantaa mukana. Hai. Ja, jos verrat menee ylös, niin onko hänen vikansa? Ei varmaan. Tiputtaa kaikki kortit tuon kaduun. Pääsimme viimeinkin kohteeseen. O. Konaina toko ni yobidashite nan no yo ya. Sou kamaeru na tte. Omae to nomitai dake tte itta janai ga. Hora sware yo. なんにせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの 100g1 万の松坂牛だのなんだの高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。おっ、yleensä siellä alempiarvoinen tarjoilee ylempiarvoiselle. Että niinku tää niinku yrittää olla tosi moderni. Tää niinku tän suojelija
kummisetä. Tää ei oikeastaan haluais olla ton kanssa kaveri. Joku voi tietysti selittää, että oliko tuossa syvempää sitten tota noin niinku tämmöstä niinku. Nanda jo. Saisho no ippai kiri zenzen nonde nee janee ka. Anta ga joko ni otte kimochi o nomeru ka. Mikä näette kahden tarinan nyt sitten on? Omae to no tsukiai mo. Nano ni souyu hankoutekina toko wa kawanne na. あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。あにとぴしゅえろっしゃったよ。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらい切っていうその最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴ぐらでの拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴ぐらに落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。オッケー、ね、そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、敵として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよつまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場界に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐え続けてまで。冴島タイガだっけか。ああ、トランコストミアラス。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島タイガか。当時は大騒ぎになったもんだ。登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃。結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場会の生ける伝説。こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場界への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに。いや、なんでもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場会でのし上がるなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえかな。あんたには関係あらへん。
まあ俺も大門違いとはいえ島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ、もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。Päästään asiaan. お前人を一人殺せるか。殺し、aha, palkka mulle. ああ、そうだ。なんで俺がそういうの。こういうのピタヤマーズだ。言ったじゃねえか、極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅうか。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げた。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるんや。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが成人を殺そうがクズを殺そうが人殺しは人殺し。やった瞬間真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やっとるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで、あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ、食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。ボヘンマーグッド。 Yeah.